前回カエルの軍勢500匹を目の前にし、現れたのがギガノトサウルス。その爆発力のある攻撃、そして人体を超えた耐久力、まさに無敵だった。そんなギガノトに新たな挑戦者が現れた。巨大ムカデアースロプレウラ、長い体長を持ち、そんな隙間もくぐり抜ける。気づいたらあなたの後ろだっきゃ。そんな存在です。ふと思った、人体をはるかに超えたギガノトと、人体を超えたスネークを超えたスニーキングを見せる巨大ムカデ過去500匹、彼らが相対した時一体どのようなことが起きるのか、今日決着がつきます。虫ファン皆さん、こんばんは。ジョン・カニタです。解説には元たこ焼きたこもんさんをお招きいたしました。トムさん、今日もよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。では皆さん、早速コロシアムの様子を見てもらいましょう。やはりすごいですけど、こういったものは滅多に見れませんからね。気持ち悪いとかそういった概念を捨ててみてもらいたいです。キモい、気持ち悪い、なんだこれは。カニタさん、僕の発言が。はい、なんでしょう。いや、もういいです。はい、続けてください。本日の対戦相手ですが、よくこれだけスピードのある選手を集めましたね。いや、そうですよね。激しい戦いが予想されるんで、大怪我だけは避けてほしいですよね。そうでしょうね。現在のお天気なんですが、雨の予報をだいぶ外れて、すっかり晴れ上がりました。いや、もう会場の熱気がすごいですからね。いいお天気ですよ。もうムンムンしていると思いますよ。僕はムンムンムラムラしてます。高本さん、どうしました？ムラムラします。はい、今日はそんな一戦です。そりゃ選手の様子見てみましょう。いや、会場大盛り上がりですか。選手も大盛り上がってますね。そうですよね。いやー、これだけいるんで、チームワークっていうものを見せてほしいですよね。はい、そうですよね。さあ、カメラを近づけてみましょう。ぬわっと毒液が飛び交う。しびれますね。前回カエルと違った毒液、これをどう生かしてくるかですよね。はい、液も無限ではないと言っても、これだけいますからね。戦いが楽しみですよね。はい。まあ、彼らの笑顔に関しては、100点満点です。おや、来ましたね、100点。では、スタッフ行ってもらいましょう。スタッフ大丈夫ですか？裸ですけど、液飛んでますよ。うわ、これ完全に入ってますよ。大丈夫でしょうかね。これ大変なことになってるんで、ギガノト選手の様子も見てみましょう。もはや過去最多の出場選手ですからね。落ち着いています。はい、そうですよね。正直ギガノトの様子は何度も見てますから、カットしていいんじゃないでしょうか。カットします。さあ、それではギガノト VS 巨大ムカデ500匹の戦いが間もなく始まります。さあ、始まりました。大きなスマイルで迫り寄る。うわ、大好き。それと同時に毒液も飛び交います。ちゃんと周り見えてますからね。どうした？食らいついている。うわー、大きく回り込む。この辺の積極性が素晴らしいですよね。再び首を曲げて食らいつく。赤い閃光を見せてくれるか。これ興奮しますね。場内に独特の緊張感が漂います。うわ、ここ要注意ですよ。ヘッド見せつけます。再び左サイドで、ちょっと膠着状態に見えますよね。ここから意地を見せたい。この悪天候ですから長期戦は厳しいと思いますよ。これは来た。ヘッドで食らつく。んー、デリシャス。彼の底なしの胃袋もすごいですよね。前飛び込む渾身の一撃。うわ、ここ大事な場所、守りたい。さあ、前回同様徐々に数を減らしてます。しかし、タコモトさん、勢いが止まりません。うん、今のは止めたかったですよね。まさしく頭脳プレイ。現代に生きる恐竜が動き回る。これ来ますよ、見どころですよ。うわー、来たー、200対1。ここ決めてほしいですよね。雨と毒液の混じり合う意地の見せ合い。
ちょっと体力面危ないんじゃないでしょうか。うわ、怒りを見せる。ゴールを決められるか。いいステップ踏んでますよ。まるでマイケル。違うと思いますよ。はい、すいません。さあ、どう動く。よっしゃー、一発よっしゃー、やったー。ここで試合終了です。いや、よく頑張りましたよね。いかがだったでしょうか、タイゴボンドさん。そうですね、お互い十分力を出し切ったと思いますよ。しかし雨が降ってるといえど、毒の滝を浴びてるようなもんですからね、長期戦には厳しかったと思いますよ。はい、ありがとうございます。それでは本日の勝者、巨大ムカデアースロップレウラ、アースロップレウラ巨大ムカデに大きな拍手。はい、本日もこの時間帯がやってきました。お別れの時間帯です。実況は私、ジョン・カインタ、解説は元タコモンドさんにお送りいたしました。タコモンドさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。さようなら。清掃員の方、お片付けお願いします。はい、ありがとうございました。